佐藤澄香です。綺麗に痩せるためのファスティングプログラムに取り組んでいます。私の取り組みはですね、こちら7日間です。そして本日はこちら、いよいよファスティング初日を迎えて、無事終わろうとしているわけなんですけれども、ですね、もうこのファスティングを迎えるのがもうすごく待ち遠しかったんですね。実は、初めてファスティングをした時はですね、もう明日から食べれないのかとかね、朝起きたら、ああ今日から何も食べれないんだとこう思った記憶が、思い出があるんですけれども、あの頃とはもう違ってですね、もう今日からいよいよファスティングできると思うと、もう朝からワクワク、元気に、飛び起きたわけです。今朝からもですね、もうおかげさまでもう目覚めも良くてですね、私は、朝食含めばご飯は一切もう食べない期間なんですけれども、主人や娘のため のご飯は、作るわけです。もうこれはね、主婦の方でしたら皆様そうだと思うんですけれども、以前はですね、その自分はこう我慢しているのに、こう家族がこう美味しそうに食べている姿を見ると、こうクソとかですねお腹すいたとかね、こんなに我慢しているのにって思ったことも、あったんですが、今朝はですね、その私が作った朝食を家族がですね、美味しい美味しいと言って食べてくれてるその姿をですね、もうこう余裕でこう見れるわけです。もうイライラとか全然ないですし、満たされたこう思いでですね、今日一日過ごすことができております。でまたこうファスティングをしますと、もう頭の中もこうクリアになりますし、もう心も体もというかね、すごくもう軽いんですよ。もうとにかく軽い、子供にこう戻ったようなですね、子供の頃にこう戻ったような気持ちも体もですね、もうそんな感覚ですよね。でまたクライアントの方からですね、先生そんな何も食べなくてこう大丈夫なんですかと心配してくださる方もいらっしゃるんですけれども、大丈夫ですよと笑顔でお答えしております。実際本当に大丈夫なんです。お腹もね、実はその空かないんですよ、そこまで。でもちろんその空腹感は出ますよ、空腹感は出るんですけれども、その食欲にその支配されないでこう済むんですね。で何をしているかと言いますと、私は今日から3日間ですね、このファスティングをするときに取るものは、基本的には飲み物はもうお水であったりですとか、あとルイボスティーですねをいただくことにしています。であとはですね、その食べ物を食べない代わりに、その必要最低限のやはり栄養ですとか、その血糖値をこう下げないための工夫っているんですね。皆様ここよくご心配されることだと思うんですけれども、その食べ物の代わりに、私はですね、こちらの酵素をいただくんですね。でよくその酵素といっても、いろいろありまして、こう例えばこうドラッグストアでこう手軽にこう手に入るようなものも悪くはないんですよ。ただやっぱりこうしっかりその成分を見ていただいてですね、そこに例えば食品添加物ですとか人工甘味料ですとか、こう飲みやすくするためのものが結構入ってるんですよ。そういった時にですね、そういったものをファスティング中に取ってしまうと、そのせっかくこう綺麗になった臓器にその結局また悪いものが入るわけですから、本末転倒な結果になってしまう場合がありますから気をつけてください。で私が取っている酵素はですね、大体市販に出ているのは、1、2年ぐらいの熟成度なんですけれども、よくて4、5年こうしっかり発酵して熟成したものが多いんですが、先ほど私がお見せいたしました、酵素はですね、なんと8年です。8年間熟成されているものなので、そのもう食品がそのもう分子レベルでですね、もうものすごいその、分子レベルでこうもう分解されているものなんですね、有機栽培の。なので、私がこのようにこうファスティングでお腹の中を、臓器を空っぽにしたところに入れるものとしては、もう私はもう安心して
しかもですね、美味しいんです。私 の, あのクライアントの方も飲まれてる方多いんですけれども、あの先生が味が好きっておっしゃって、あのそうですよねとかね、あの2人盛り上がってるんですけれども、なのでそのお水に割らなくてもですね、あのいいんですよ。もうそのまま私はいただいてます。すごく美味しいんです。まあ、それはあの酵素のお話ですね。なので食品の代わりに、その結局食べないとそのエネルギー源が体って必要になりますから、あの筋肉を先に落としていってしまうんですよね。だからそうならないための酵素なんです。しっかり私は筋肉を落としたいわけではなくて、その脂肪、まあ、プラスその脂肪の中に含まれた有害物質ですね、そういったのを体から排泄したいためにこのファスティングに取り組んでいるわけですから、あの酵素は大事です。しっかりいただいてます。あとはお水ですね。というわけでですね、あのファスティング初日をこのように楽しくルンルンで、まあ、迎えて過ごしているわけなんですけれども、あの中にはそのファスティング中に特に、初日と2日目あたりにですね、頭痛が出るタイプの方も、あの中にはいらっしゃいます。出ない方もいらっしゃいますけどね。なのであのちょっとその頭痛の対処法についてここではあの皆様にあのシェアしたいと思います。あの今ですね、もうオンタイムで実は、私の大好きなクライアントの方のお一人がですね、あのじゃあ先生がファスティングするなら私もまたしようかなって、あのまたですね、あの一緒にして、今もう本当に同じメニューで同じ時期にですねスタートしてくださってる方がいるんですけれども、あの私もそうだったんですが、あの最初ファスティングをした時ですね、あの頭痛がね、あの辛かったんですよ。頭痛出ましたね。で今ご一緒にしてくださっている方も、あの初回ですね、やっぱ頭痛がおつらくって、あのご心配されていたんですね。でその時にもあの毎日 LINE でやり取りしていて、まあ、今もしてるんですけれども、どうですかとかね、今朝から体調どうですかとか、あの頭痛が出たらこんな風にしましょうねとかね、あの LINE してるんですけれども、その頭痛の対処法はですね、結論からお伝えしますと、あの塩分をですね取ってあげることなんですよ。塩分を取る。でその塩分のまあ内容が大事ですから、ちょっとここでお伝えしますね。あの自然塩です。生成される前のマグネシウムがちゃんと残っているような良質のお塩をちょっとこう時々舐めていただくと、スーッとね頭痛がね軽くなるんですよ。不思議なんですけどね。もしくはあの無添加ですね、こう人工甘味料でこう甘くこう味付けされていないような蜂蜜とかね、そういったのはなしですね。もうほんと無添加の梅とお塩だけでできたようなこう梅干しをこうちょっとお口に含んでいただくときも、あの作られてもいいと思うんですね。頭痛がスーッとそれでも引きます。であとはあのお味噌汁でもいいんですよ。あの、まあ、具は食べませんけれどもね、上澄みだけ、スープの部分だけちょっとこうお口に含んでいただくと、あのあれほど辛かった頭痛がですね、私もあのスーッとね引いたんですよね。そのクライアントの方もそうでしたし、そのまた別の方ですけど、もともと頭痛持ちの方だったんですよね。でファスティングをご経験されて、まあ、頭痛も出なくなってらっしゃるんですけども、まあ、たまにねこう疲れた時とか、まあ、出てきたりとか、まあ、こうだんだんこうデトックスがうまくいかずに溜まってくると、また頭痛ってこう出やすくなるんですけれども、その時にもこういった今お伝えしたような方法であの対処おできになっていて、あともう頭痛薬一切飲んでませんって、こんなね嬉しいお声をいただいた方もあの多くいらっしゃるんですね。またあの1日目2日目の頭痛と比べて、実は3日目になる頃にですね出る頭痛がちょっとこう、まあ、原因が違いまして、要はあのもういよいよお楽しみの、脂肪燃焼が始まるわけです。でその脂肪の中にその有害物質が溶け込んでしまっているのが原因なんですね。例えば、先ほどお伝えした、まあ食品添加物であったり農薬であったり、大気中に、まあ、飛んでるその有害物質を吸い込んで、まあ、要はその油にね溶けやすいその性質が、まあ、全部あるわけなんですよ。なのでなかなかこう体が出てってくれないんですけれども、それをごっそりまとめて有害物質を含んだ脂肪をですね体内に出すという作業がもうファスティングの醍醐味ですよね。
それがだいたい3日目あたりから起こってくる、もう大々的にですね。その時に一時的にその脂肪の中にあった有害物質が血液中にその排泄としてその出ていってしまうんですね。でそのことで、まあ、血液中にこう毒素が回るわけですから、一時的にその頭痛が出やすくなってしまったりですとか、あとちょっとこう吐き気とかですね、気分が悪いなっていう時が、まあ、出る場合もあります。で実は私もですね、生まれて初めてファスティングをした時は一回ね吐いたんですよ。一回だけでしたけれども、出ましたね。びっくりしました。すっごくもう車酔い以上の吐き気だったんですね。今でも覚えてますけど、今までないような吐き気なんですよね。なんだこれは、来たってね、学んでましたからね、慌てず対処しましたけれども、ただその出してしまった後、ものすごく生まれ変わったように気分が良くなったんですね。だからいかに、まあ、今まで の数十年のですね、悪いものが溜まっていたかっていう証拠だなと自分ですごくね納得したんです。ですので今回はね、私はもう何度もファスティングしておりますから、今日初日、まあ、迎えてね、もう今終わろうとしているところなんですけれども、頭痛も全く出ていませんし、隣でね家族やいろんな方がこう美味しいものを召し上がっててもイライラともねせずに、しっかり食べてねみたいな、余裕です、余裕なんで、もう本当なんですよ、正直に本当なんです。それぐらいその満たされるわけですよね。ファスティングしていると幸せホルモンもいっぱい出ますから、すごく幸せなんですよ。これは体験された方しかこう味わえない醍醐味ですよね。さあそれでは、私のファスティングですね、いよいよ、初日をもう無事終わることができまして、明日からもまた、皆様にご報告していきますので、お楽しみにされていてください。でまたですね、ファスティングにご興味がある方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらからご登録後、直接私とメッセージやり取りしておりますので、いつでもご相談ください。一つ一つ丁寧にお返事をさせていただいております。でまたこの動画のお話ですね、繰り返しご覧いただいて、ぜひあなたご自身のためと大切な周りの方、ご家族の方のためにお役立てください。そしてこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。